動画回してます。皆さん見ましたか？この度時代を担う歌姫募集のオーディション開催、広瀬香美が全員審査する、そういうオーディションが始まります。すごくない？すごい、オーディション番組。そうそうそう、なんか今いっぱいこうあるじゃない。私が選ばれるとは思ってなかったのに、緊急にご相談ありました。全国からいろんな人たちが応募してきて、うん、そうそう、全国じゃなくてもいいよ。もう他の国も全然だも境遇も doesn't matter で応募すんので、私が審査して第2に決定するっていう。すごくない？しかもメジャーデビュー、メジャーデビュー、私が全部プロデュースしちゃう、私がちゃんと教えてあげますっていう。スタッフも応募して大丈夫ですか？どうしてこれ生きよう、なおなんか時代を担うんだ私はって思う人たちと出会えるって、私のためにもなるし、私の勉強にもなるし、新しい出会いがあって私に刺激をもたらしてくれると思ったから。どんな人に募集してほしいとかありますか？気持ちが強い人、負けない人、勝ち気な人じゃないとさ、こんなお仕事続かないもん。なんかこういうオーディション番組ってたくさんあるじゃないですか、はい、今回広瀬さんがもう全員こうご選考されるの、はい、技術的にやっぱり歌が上手な人、うん、なんかちょっとあまり上手ではない人とかって、うん、そういうなんか基準っていうか、なんか広瀬さんなんか設けてるような大事なのありますよ。人の真似じゃない人、人の真似しない人、先生の真似しない人、私の真似しない人、私と全然違う歌声の人が、曲の課題曲はロマンスの神様とディアーゲン。めちゃくちゃ難しいめちゃくちゃ難しいで、課題曲そこで見ているの。私の楽曲が課題曲だけれども、私のモノマネじゃないか、自分らしく歌うか、気持ちを強く持って最後まで集中が途切れずに歌えるかというところを見ています。どういう番組にしていきたいかありますか？視聴者の皆さんが、なるほど面白い、そういうことなのか、なるほど、次は僕もとか、次は私も応募しよう、なるほどっていう教養番組教養番組みたいになったらいいなと思う。歌が嫌いな人とかいないと思うの、音楽みんな大好きだと思う。だからあなた、あなたを応募してください。あなたの応募を待っている。結構ね、私どうかななんて思ってる人の方がいいとこあるよって私見つけちゃうかもしれないでしょ。なんで、ダメ、歌が下手だからとか思わないで、ぜひ歌って、ぜひあなたの歌声を聞かせてください。で、何歳以下とかじゃなくて16歳以上であれば OK なんですよね。今回は年齢制限、その上限っていうのをちょっと取っ払っていただきました。なんでね、私は密かに言うの、うちの母親に、ほら、十何年か前、オーディション番組で、スーザン・ボイルさんが入賞して、美しい歌声でね、ワールドツアーやったのよ。あの当時のスーザン・ボイルさんっておいくつぐらいかな？ちょっと年齢的には分かんないけど、うちの母親は、ちょっと、はい、応募させて。とにかく、概要欄にいろいろ貼ってありますので、みんな期限前に、期限をきちっと守って、みんなの歌声応募してきてください。待ってます。